グルービーな DJ キャットニップバックパックで君も新学期から目立とう。はい、今日は俺 DJ キャットニップだ。まずどこから始める？まずフェルトで紫のストライプを作ろう。大きなスマイル、そして小さな青い花、頬にピンクの丸を2つ作るよ。見えるようにくるくる回る目をつけよう。紫のバックパックは DJ キャットニップの毛と同じ色だよ。俺もニコニコ。 DJ キャットニップはパーカーの鮮やかなピンクポケットに物を入れてるよ。フォームを使ってバックパックのポケットを彼のポケットに見立ててみたの。キラキラしたピンクのパーカーがないと彼のウェアは完成しない。グルービー。このバックパックには DJ キャットニップの猫耳が必要。バックパックに子猫の耳が立つようにフォームを使うよ。それすげー似合ってる。木のビーズをピンクに塗っているよ。バックパックのジッパーにピンクのビーズをつけると DJ キャットニップのパーカーのドローストリングのように見えるよ。DJ キャットニップは腕と足にカラフルなストライプをつけてるの。バックパックのストライプにパイプクリーナーを入れてみたの。最高！この DJ キャットニップバックパックで目立つこと間違いなし。ディスコボールを作ろう。ダンスパーティーの始まりの合図は DJ キャットニップのディスコボール。踊ろう。 OK、 そんじゃ猫ちゃんパーティー盛り上がっていこうか。ホッホッホー。これで君もどこでもパーティー。このグルービーな DJ キャットニップバックパックの制作を楽しくできたかな。ぜひ Netflix のギャビーのドールハウスで他のクラフトも見てみてね。